ウラニアスローネスは、林手木、ツバメガカに属するガの一種、全滅種とされる、ジャマイカ固有種であった。標高700メートル以下の低地の熱帯雨林に分布していたとされる。1880年には、オーチョリオス近くのボーグベイで幼虫の発生が観察されている。クレーマーキャスパー、ゲリット・オーティナーによる病が、成虫の触覚は、糸状。講には、 お嬢突起を有する。ビンシゲラが検討した標本では、オスの全視長は3 5ミ、mm、リメートル、メスの全視長は5 7ト、mm、ルであった。羽の表の人色は黒色。全市表には太さの異なる紫がかった緑色の帯状の半紋が複数存在し、中ほどにある太い帯には分岐の程度に個体差が見られる。格子標の着色はより複雑で、部位によって水色から、 赤紫色まで変化する。羽裏の反紋は明るい青緑色をしている。これらの反紋の色は構造色であり、鮮やかな光沢を呈する。また、反紋には顕著な性差は見られないとされる。本種の講師の明るい赤色系の発色は、裏にあア属の中では唯一のものであり、このような美しい反紋はしばしば賞賛の対象となる。本種は、 ウラニア族の中で、あるいはすべての我の中で最も美しい種であると言われる。ゴッセによると、幼虫は4体の腹足と1体のお足を有した。成熟した幼虫の体長は1.75インチ。頭部は一様に赤みの強い褐色で、体は黒い。背面には幅が広く、不規則で途切れがちな白色体が走るほか、側面と覆面にも白っぽい帯があったとされる。 弱霊幼虫は体表に共有したが、発育に伴って脱落し、まばらになる傾向が見られたという。幼虫の植草として、東大草科のオンファリア族に属する、オートライアンドラが記録されている。また、同族のオーデンドラも、植草として利用していた可能性がある。成虫に関しては、アボカドペルセアアメリカーナ及びマンゴーマンジフェラ、インディカの花からの吸蜜が記録されている。 ゴッセによると、本種は日の出の少し前から活動を始め、早朝には盛んに放火するガビが高くなると姿を見せなくなり、その後、夕方になり再度姿を見せ始めるが、夜間には活動しなかったとされる。それ以外の季節でも単独での飛翔が観察されたが、3月、4月、及び6月には、成虫の群比が見られた。また、ゴッセは、6月下旬に成虫が、 オートライアンドラ群落に集団で飛来し、その一週間後に食草群落で多数の幼虫を観察した事例を報告している。本種は1720年代、ハンススローンの著書によってパピリオ・コデーティスとして初めて記録されたとされる。1770年代にはピーター・クラーマーがハンススローンにちなみ本種をパピリオ・スローネスと記載、命名した。これが 本種の元気祭とみなされている。本種の生態や生活史の一端は1850年代から1880年代にかけてフィリップ・ヘンリーゴスによって明らかにされた。本種は1890年代には生息密度がかなり低下していたようで確実な記録は1895年、不確実なものまで含めると1908年のものを最後に記録が途絶えることとなった。 いずれにしても、最後の記録から100年以上が経過しており、本種はすでに絶滅している、可能性が高い。本種の絶滅の原因として、リース・スミスは、生息地の破壊と、植草群落の喪失を挙げている。本種を含むオツバメガアカ・ウラニーナへのうち、中高生を示す種では、2つ以上の離れた、植草群落間を生虫が、周期的に移動する行動。 すなわち、渡りを行うことが知られる。渡りの習性を持つ種は、植草群落の喪失に対して脆弱であると考えられ、植草としている種が絶滅していない場合でも、ある群落が消失するだけで、渡りのサイクルが阻害されてしまい、大きな影響を受けうる。本種の植草として、記録のある王とライアンドラは、現在も絶滅していないが、 にもかかわらず本種が絶滅した理由として、このような渡りサイクルの破壊の影響が考えられる。植草群落の喪失は人間活動やハリケーンの影響によるものである。可能性がある。ありがとうございます。